平成25年11月27日、阿蘇市一宮町の熊本県阿蘇総合庁舎で、平成25年度阿蘇ジオパーク推進協議会の臨時総会が開かれ、世界ジオパークネットワーク加盟認定申請書についての審議が行われ、全会一致で承認されました。総会には佐藤義興阿蘇市長や郡内の町村長をはじめ、顧問の熊本大学渡辺一徳名誉教授や関係者合わせて50人が出席しました。まずこれまでの取り組みに対する経過報告があり、国内候補地、審査結果、指摘された付帯事項の対策について話し合いをしました。そして平成25年11月にフランスのパリにある世界ジオパークネットワークに提出する加盟認定申請書の内容について、カルデラや大噴火などの地質遺産やその保存方法など5項目の内容の詳細が審議され、全会一致で承認されました。これを受けて電子メールと文書の両方が送られます。世界ジオパークネットワークでは、平成26年4月をめどに書類審査を行い、5月以降に現地調査をした後、秋ごろには認定、保留、そして却下のいずれかの決定が行われます。